森友学園をめぐる国有地の売却問題で公文書の改ざんをさせられ,たさせられ自殺した赤木俊夫さんの妻がきょうコメントを発表し改ざんの経緯など安倍総理や麻生財務大臣が再調査をしないとしたことについて抗議しましたこの2人は調査される側で再調査しないと発言する立場ではないと思います。 安倍総理と麻生大臣の対応を批判するコメントを発表したのは公文書の改ざんをさせられ自殺した近畿財務局の職員の妻です先日公開された手記にはこれまで明らかにされていなかった改ざんの経緯が詳細に書かれていましたまた妻は安倍総理のこの発言にも言及しました 私や妻が関係していたということになれば、これはもう、えー、まさにこれはもう、私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会議員もやめるということは、はっきりと申し上げておきたい安倍総理は、2017年2月17日の国会発言で、改ざんが始まる原因を作りましたこうした中、国会では、今日もこの問題について、野党が追及を続けました。総理 これをご覧になられても、真実がないから再調査の必要はないし、そごもないとおっしゃられるかどうか、総理、お答えください。財務省において、徹底的な調査をしたというふうに承知をしておりますしまた、あの検察、これ、捜査が入っておりますから、あの検察当局においてもです、ね、捜査した結果であろうと。また麻生財務大大臣もとと報告書に大きなそごはなはいとして 再調査は行わない考えを改めて示しました。